オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はバネッサ先生です。バネッサ先生はフランス語と日本語で話してくださいます。バネッサ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Bonjour à tous, c'est Vanessa. こんにちは、アンサンブル講師のバネッサです。本日もアラカフェットの時間が始まりました。 J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Nous sommes enfin arrivés en automne. Les températures se sont finalement adoucies. C'est tout de même plus agréable comme ça, n'est-ce pas? 皆さん、お元気ですか？そして新学期はいかがお過ごしですか？とうとう秋になりましたね。気温もようやく和らいで、なんといっても過ごしやすくなりましたよね。 Personnellement, j'adore cette saison au Japon, car le paysage change radicalement. Il se teinte de rouge, orange, jaune, c'est juste magnifique. Je pense que c'est pour cela que les érables sont devenus mes arbres préférés.個人的には日本のこの季節が大好きです。なぜなら景色がガラッと変わるからです。赤やオレンジ、黄色の色づいてとっても美しいですよね。だからカエデが私のお気に入りの木なんだと思います。En France, c'était surtout les plats automnales dont je raffolais.Eh oui, je suis une fan inconditionnelle des fruits et des légumes. Alors, forcément, j'ai toujours attendu l'automne avec impatience. Crumble de potiron, risotto de brocoli, curry d'épinards, lasagne aux champignons, gratin de pommes de terre. J'adore. フランスでは秋の料理が大好きでした。私は果物や野菜の絶大なファンので、必然的に秋がいつも待ち遠しかったんです。かぼちゃのクランブルケーキやブロッコリーのリゾート、ほうれん草カレー、キノコのラザニア、ジャガイモのグラタンとか、もう大好きです。Si vous aimez les balades en forêt,Vous aurez peut-être la chance de tomber sur un noyer ou un noisetier. Profitez-en. Quand j'étais petite, je me promenais souvent avec ma maman en quête de noisettes. C'était tellement bon. Et il faut avouer que c'est sacrément amusant. Moshi, mori o sanpo suru no ga suki nara, kōun ni moクルミの木や足場みの木にばったり出会うかもしれませんよ。楽しんでね。私が小さかった時はお母さんと一緒によくヘゼルナッツの実を探して散歩してたんですよ。本当に美味しくて楽しかったのは紛れもないんですね。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は私。バネサがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える短い簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルメイト様の仏剣・十剣報告をお伝えいたします。
Allez, c'est l'heure d'étudier. それでは、今日のレッスンを始めましょう。Aujourd'hui, je vous proposerai donc une expression de saison. 今日は季節に関する表現を紹介しますね。Appuyer sur le champignon. Appuyer sur le champignon. Appuyer sur le champignon. 直訳すると、キノコの上を押す。変な表現ですね。一体どういう意味でしょうか？ Ça veut dire accélérer.Au début de l'histoire de l'automobile, l'accélérateur était constitué d'une tige métallique surmontée d'une boule, ce qui faisait penser à un champignon. D'où cette expression qui est rapidement devenue populaire. これは加速するという意味です。昔、自動車ができた頃、アクセルは金属の棒の上に丸い玉がついていて、キノコのような形をしていました。というわけで、この表現はすぐに広まったんですよ。Alors, si votre chauffeur est un peu trop lent, vous pouvez dire もしあなたの運転手さんがちょっと遅すぎたら、こう言いましょう。Appuyez sur le champignon, je vais être en retard.Appuyez sur le champignon. Je vais être en retard. Appuyez sur le champignon. Je vais être en retard. スピードを上げてください。遅れちゃいますから。Plus vite. Appuyez sur le champignon. Plus vite. Appuyez sur le champignon. Plus vite.Appuie sur le champignon. もっと早く加速してよ。 Bon, je vais appuyer sur le champignon. Bon, je vais appuyer sur le champignon. Bon, je vais appuyer sur le champignon. いいわ、私が急ぐわ。Mais attention à ne pas appuyer trop fort sur le champignon. でも、あんまり強くキノコを押しすぎないでくださいね。つまり、スピードを上げすぎないでくださいね。いかがでしたか？今回のように、しておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン。無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル&フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。バネッサ先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがお送りします。今回はおなじみ仏研実用フランス語技能検定のアンサンブルメイト様の仏研受験報告をお届けいたします。本日ご紹介させていただくのは準1級の二次試験に見事合格されたピンクペッパー様の受験報告です。仏研準1級の二次試験といえば、提案された2つのテーマから1つを選び、考えをまとめてフランス語で3分間意見を述べるという難易度の高い口頭試験ですよね。前回は
1点足りずに不合格となったピンクペッパーさん。今回はとにかくフランス人と会話することになれるよう、アンサンブルのレッスンを通して早めに試験対策を開始されたそうです。実際に行った対策としては、普通研準一級、高等試験の過去問題を使って練習したそうですが、試験本番では旬な題材が出題されます。そのため、一番有効な対策は、過去に出されたものを繰り返し練習するより、今話題になっていることを自分で見つけて、フランス語で口頭発表できるようになることだ、と思われたピンクペッパーさん。その対策が功を奏し、実際に出題されたテーマのうちの一つが、なんとアンサンブルのレッスンで練習したものだったので、ほっとしたそうです。試験対策を通して、おのずと大事なことに気づかれたピンクペッパーさん。改めて、難関の普通研準一級、合格おめでとうございます。さて、今回ご紹介させていただいた受験報告。全文をご覧になりたい方はぜひ、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルの試験体験談、普通研準一級より、ピンクペッパーさんのご投稿をご覧ください。実際に受験した方ならではの役に立つアドバイス、勇気をもらえるメッセージが込められています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。